いや、まずいっすね、これは。あ、でもあれか、バスティアニーニが早いだけか。ベデッチはそんな速くないか。意外といけるのか。意外と余裕だけど、意外と言ってて結構速いけど、まあ、ローズが遅いな。でも入れてあれか。俺の34秒8がね、まぐれなんだよね、はっきり言って。これは厳しいかもしれないな、このコースは。まあ、とりあえず、なんか、バスティアニ早いな。34.2 は早いんじゃないか、結構。いやー、頼むよ。頼むよ、マジで。早速遅いか。なんか遅いぞ。まあ、いっぱい死ぬか、ちょっと目がずれてるな。目がずれてる。予選一周目ですけど、まあ、毎回そうなんで、ね、なんとなくエンジンが乗らないんだよね、俺の場合は。こういったその、低速のコーナー多いから、このコースで、ここが結構注意ポイント。あ、これ突っ込むでしょ。加速したと思っていきなり止まらないんだよね、それが困る。これ多分めちゃくちゃ遅い、この周回は。こういう感じでさ、すごく止まるんだよね。すごく止まるコーナー、ここで。意外と速いか。もう何の速い、こんな速いんだ。10ぐらいと思った。まあ遅いな、3秒だと思う、おそらく3秒だと。最後の3秒だと勝てない。ただ少なくともここから取れない。足食ったか。ここはみ出ていいんだ。ゴーワンストップって言われてましたけど、こういうコーナーが苦手なんだよ、俺ね。どうやって走ればいいか分かんないからな、あんまり。アクセル、この瞬間だと思う。次のコーナー高速で行ってからブレーキしなきゃいけないから。これブレーキかな。ただブレーキ踏まないと、ちゃんと、ここは中速で回っていく。中速のまあパンパンって踏んでいくか。あ、死んだか。オッケーオッケー。まあ、悪いっすよ、いずれにしろ。9秒先ゼロだから、これで。よくわかんねえコースだな。でも4秒台絶対出ると思う、俺。どう考えても出ると思うけど、4秒台、3秒台出ると思うな。ちゃんと練習してきは。ここも、どうなんだろうな。ここも多分ブレーキすぎなんだよね、どっちかっていうと。5秒0か、まあ、このぐらいで走るな、簡単に。ここも結構難しい、簡単ではないコーナーな。膨らみ返しながら、ここはこうスッと曲がってすぐに。これはそんなあるのか。ここもそんなあるからね、多分。ここは中速で、軽いブレーキ踏んで、中速抜けていこう、多分早いと思う。こんな感じかな、多分。まあ、ここも早く抜けて、いかに早く踏むかってことですよね。難しいところですね、結構。ここは難しいコーナーです。
ここ多分ブレーキすぎると思うよ。この多分ほらこういう感じで多分中速で抜けるしかないと思うんだよな。その前でこれ7秒台できればいいんだけど、まあダメか、ダメですね。この緩いコーナーなんだけど外側に砂あるから転んじゃうんだよね、ミスると。ここはね結構思いっきり膨らんだ方がいいと思う、多分。ああ、ミスったか。でもちゃんと内に切り込めば一回外に膨らんでから内に行った方が早いですね。ね、7番か、これで。まあこんなもんでしょう。予選よりは早いから。なんていうかフリープライド早いか。多分3秒台出るはずなんだよ。どう考えても3秒台出る。楽そう出せるはず3秒台。あ、ミスった。ここはもっと内に張り込んでダメだな。そう油断しがちなんです、このコーナーで。あ、このラップはダメですね、もう。油断しがち。ここも早く抜けれるか。早く踏めるか、意外と。ここもなんかそう、クリップポイントがよく分かってないんだよね。よく分かってない。もっとね、内側を張って、外側に寄りかかるような感じになると思うんだけど、スピードが、ここの白い線ぐらいかな、大体。うん。白い線ぐらいでブレーキするといいかもしれない。これもちょっと間違ってる、絶対。絶対間違ってる。ここで多分7秒。あ、何だ、すげえ遅い。なんでこんな遅いんだろう、なんでこんな差出るんだろう、逆に。でもそんなに差出てると思えないんだよね。毎回遅いって感じするけど。早い時と遅い時がある。うん、これなんか大事に言ってこう、多分早いと思うんだよな、こういう感じで。あ、もうちょっとアグレッシブにいけたと思うけど、少しスライディングしていく感じかな、切り込んでいく感じでも。まあ、これで5秒前半でしょ。まあそんな遅くないんだから。7位なんだよね、まだね。せめて。5番ぐらいまで欲しいな。ナイスの。あれはね、まあ、シフト終わったかな。実際も終わったっぽいな。でもそんなに悪いライン乗りじゃないですね、今回は。こんなもんでいいと思うんだよな。これで3秒出るはず。これが多分、侵入してて。うん。そう、緑とか OK なんだ。ジャックブレーキなんだよ、ここ。多分。遅いな、絶対。このコーナー遅いと思う。絶対8秒8か。みんなまたやばい。これ多分線だな。白線ぐらいかな。白線ぐらいで内側に切り込んでいくといいかもしれないな。うん、4秒台ですね。遅いな、でも。やばいな。この辺講座めちゃくちゃ難しいぞ。邪魔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 。ミスってんな、これ。遅い遅い。早いんだよね、切り込むのが多分。切り込むの早いから、その結局タイムないんだよ、これと。ラインが悪いんだよな、どう考えても。暴走族の走り方。
おお、いいダンス。ああ、7番か。オッケー。ルカマニーニがおかしいですよ。33秒4か、でも。おかしいけど、早いけど、まあ、全体的にダメってわけないな。覚醒すれば勝てるな。1秒だから、に言って。まあ、多分34秒ぐらいだもん。34秒フラットぐらいの戦いになると思う、これ。前サムか。うわ、遅そう俺。サムですね。アールガードナー誰？なんで邪魔？まずだから2番手ぐらいを取ろうか。ラブローズで勝ちたいまず。ミスった。めっちゃミスった今。ここはまあ、かなり出そうだね。やばいっすね、これは。ダメだな。負けたな。まあ、GG って感じがする。今5番手か。このぐらいで終わりそうだな。あのガーッなんてね、クソみたいなやつ抜きたいな。何周なのここ。やばいね、サムローズ開いていくな。早くパスしなきゃいけないな、こいつ。この滑走。死ね。ガーナ死ね、おい。クソ。いけないわ、これ。うわ、無理か。返し損したかな。ガーナ早いぞ、意外と。ミスったな、これは。ちょっとミスった。いけないかな、俺。ミスったか、帰ってミスった。うわ、やらかしたわ。あ、壁にしていこうと思ったんだけど、かなりやばいな。あ、厳しいか。ミスった、これは。早くこのガードナーを早くパスしなきゃいけない。やばいな、これ。やばい、早く。ちょっと焦ってきた。これまずいですね。焦りがそのライン取り見られる。で、ご乱心だな、これ。ミスってる。やばいな、これ。ガードナー抜けないな、これ。この後。ですよね。後ろから結構来るな。こいつ抜けると思うんだけどな。ファン。
なんで、え、なんで抜かれんの俺。やばい、やらかした。え、マジか、変なことした。いや、もうやばいなこれ。このコース俺遅すぎるかもしれない。コメントさんもあったぞ、結構ナイス。え、抜けないから無理だこれ。あー、終わった、ジジー。あと2週3週か。いや、こんなん邪魔されたもんで、ま、さっき抜いとけよな。抜けたか、これは。とりあえず抜けた、うん、よかった。ガードなんか今何秒かなり攻めて一回こいつ抜かないやん。で、7秒か、止めたな。何なんだよお前。何なんだこのガードなんだこいつ。また定位置持ってきてしまうな。オッケー。また当たりかしたか。危ねえ危ねえ。よし、これはなかった。とりあえずパスだわ。え、まだもうサムローズが、ま、もうさらに上にいいから無理だこれ。何秒あと3分何秒1秒2秒ぐらい。そう、遅すぎるこれ。あの通常遅すぎた。もう時すでに遅しですね。いやー、しくったな。4秒下げるとダメだこれ。さっきの段階で早くね、追いつかないとダメだったなこれ。こいつブロックされちゃったから、どんどん差が開いちゃった。しかも俺の覚醒もないからな、今回のレースは。あんまり速くならない、俺自身が。3秒で出ないから。出せると思うんだが、しかも、まだあれか。しかもミスったな、これ。しかもまだ開いてんのよ。マジか。全然ダメですね。これ4位1だな、これ。あれ、これマリーに負けるか、俺、これ。逆転されるか、この後。あ、3着だな、じゃあ。チャンピオンシップ3着なんだ、この後。やめすった、分かった。終わったかこれ。ルカマリーニ、マリーニが2位だからダメですね。あれろ、うん、遅いな、俺自身遅いわ。ミスってる。あー、4位死守してますね。な、無理だった。4位死守したら無理俺。あー、終わった。バスティアニーニ、なんでお前ここのとこ行けんの、いきなり。いや、お前、あれなんじゃないの、早くなかった、予選。あれじゃなくて、あの、やばい、変なマルティンのとこ来てる。マジかよ、これ。俺のご乱心につけ込まれた。マルティンなかった。知らねえやつだ、俺。誰、お前。誰だ、お前。めちゃくちゃなんか突っ込まれてる。ああ、なにこれ。なにこれ、なにこれ、どうさせ、やられてる、変なの塗られてる。あれ、ご乱心だわ。10秒じゃん、これ。おっそ、今回、このラップ。終わったな。ああ、潰れた。最後潰れたわ。なんでこれ。なんで最後潰れた、これ。
なんか、なんか俺、何してんの俺。7位ひどいな、これ。最後抜かされちゃった。ダメだ。めちゃくちゃ集中力なくなっちゃった。The riders complete a victory lap. Let's check out the final ranking of the Moto2 race. 33秒3だもんね。あ、全然ダメですよ、この。ゴールドコースは勝てなかった。うん。勝てません。3位だ。マリに負けた。